よくセミナーで聞かれることがあるんです。山田先生ってテーピングっていくらを頂い,いてるんですかって。でも僕は普通にあの長さ基本的には長さで決めるんですね。量で張ってる量で決めていくんですけどだから短ければ当然短いあの短い分だけのお金長ければ長い分だけのお金っていう形でやってる。でもお ある。その先生によっては膝に貼ったら、も例えば500円とか1000円とかっていう形でやってる。先生もいらっしゃるのは分かってます。で、それは何がいいとかっていう話ではなく、必ず我々プロですから。テーピングを使って患者さんに施術したら。いくらでもいいから、必ずお金をいただくいただくっていう。必ずシステムにはしていただきたい。聞くところによるとサービスでやっぱりやってしまってる施術科の先生って結構多いらしいんですよね。 じゃ左行きましょうかおいいね本当にはい一回止めてねで今度右に動かしてくださいあ,あ見事にいかないですね画速通ってまあ内側のじん帯こっちにあるからあれなんでわざとこっちに入ってこっちに出してくるだから貼る時に最初からもうこういうライン作ってくださいでこういう感じね でこれ体幹粘点だとやっぱこの辺考えるんですよね一番最初だと。だけどあくまで足からの連動性を考えてっていうのを一応ベースにこういうふうに考えると貼る順番が。